小さい頃は宇宙船の船長になりたかった。いつも空を見上げては銀河への旅を夢見ていた。あの頃好きだったミッキーを横に乗せて遥かなる星雲へ行ってみたかったんだ。大きくなったらミッキーを僕の宇宙船に乗せてやるからね。今日はそのラジウム星人のお手伝いをしろってことですよね。ちょっと違いますね。中山さんから聞いてませんか。あちこちの自治体で流行りのゆるキャラを作ったものの、どこもうまく扱えてないらしいので、現場でその状況も把握してこいとのことだったのだが、まさか自分自身がこれになるとは。ゆるキャラってどんな職業なの？公務員？ボランティア？ミッキー！